はい。黄金世代のことでございます。今日なんですけれども、えー、っと、2020年の、えぇ、ー、鼓動の、えー、戦いにおける出来事、デッキとか振り返っていきたいなと思います。もう個人ごとです。はい。えー、まず、えー、2020、あ、そう、その前にですね、あの、本当にあの、 昨日は、えー、配信なんですけども、えー、自分の意見を、えー、ちょっと述べさせていただきまして、えー、多くの方から久しぶりにコメントたくさんいただきまして、誠にありがとうございます。はい。で、一つ、えー、とご留意いただきたい部分としてましては、あくまで、えー、あの昨日の配信に関しては、この配信のスタンス、ゲームを楽しくやっていこうとか、えー、っていうところとや、トーマさんの意見とは ではなくて、自分自身の個人的な意見というところで、その中で皆さんとの、えー、価値観の、えー、価値観の祖語を、えー、ちょっと確認をさせていただきたいという意味で、えー、配信させていただきました。はい。いろんなね、あの、多種多様な意見というのをいただいた中で、非常に、えー、参考にさせていただきました。誠にありがとうございます。はい。あのー、なるべく、その、 楽しんでやっていく上で、えっ、ー、と、皆さんがどういう、えー、かん、お考えや気持ちで日頃ゲームに取り組んでいるのかっていうのを、やはり、あの、非常に参考になる意見たくさんあつ、えー、いただきましたので、え、今後に、えー、自分の配信において、今後とも活かしていただき,行きたいなと思います。はい。あくまで、この YouTube に関しては、戦いドリームチームを楽しんでいくというスタンスっていうのは変わりませんので、えー、その辺はよろしくお願いします。というわけで、えー、今日もやっていこうというところで、はい。えー 2020年ですねここの画像からスタートしていくんですけどもまず、えー、昔から見ていただいている方に関してはご存知かもしれないんですがまず麻婆林が撮れなくてそして、えー、元旦に多分配信したのかな配信した日向ーー君撮れないというところでもうへこみながらの、えー、2020年迎えていくというような形でで元旦も引いてっていうのでまあちょっとね最近も言いましたけど、えー、ここの。 自分は6月、7月の調節に関してはそこまで悪くない結果なんですけど、ここ 3, 3回の冬の調節に関しては地獄のような思いで、も結果出ないっていう、出たのって多分んサンターナだけかな。 最初のサンタン元旦の長編だったと思うんですけどあれ以外はもう全く出ないというところでうーんちょっとすごい辛い思いをしているので31日すすごい怖いです、はい怖ではそれが2020年の1月ここでもともとご存知の方はいらっしゃるかなと思うんですけどももともと自分は力2本パーっていうところが、まあ、技から、えー、45%のチームスキーの時に力2本パーに移行した形なんですけど力2本でやっていくっていう中でなかなか厳しい環境に落と 訪れていったのがえー、孫林日向武が取れないっていうのが1月の出来事でした。はい、そしてえー、まあ、今なんでね。あの <laughs> すいません。最終余興がてらなんですけどもいえそう。あの1月な1月だったかな？これ1月か2月だと思うんですけど。 道路に鹿が歩いているっていうところで、そう、あのー、今年はね、コロナでいろいろ制限があったと思うんですけど。このスクショに関してさ、この写メに関しては。そう、道路に鹿が歩いてるっていうので、ちょっと、えー、リアルな都合で奈良に行ったっていう話です。はい、奈良で、あ、本当に鹿公園は道路で鹿が歩いてんだなっていう <laughs>。のスクショです。はい、えー、そして、えー クラブが押されてき始めたのが年明け以降の形ですね。若林くんこちら出てますけども、はい。ここからね、あの、クラブや中学生、力日本パーがね、最強だったっていう形もありますけども、ここからクラブデッキや中学生デッキっていうのが生まれ始めたっていうところかなと思います。はい。そしてこれは多分、うんと、3月とか、 2月の末か3月の末のガチャがラドゥンガさんだと思うんですけどラドゥンガさん拾えてここから、えー、ご存知の方は力南米が始まっていくというような形ですねはいで、えー、そこから、えー、なんクラブパというのが前線になっててここであれなのがクラブ団結持ってないんですよね単純に、はい、クラブ団結がなくて 一応すごい苦しいあクラブ団結引けなかったとかねそういう風にやってた時代ですはいクラブパーが組めるようになってきましたっていう今年の前半は本当にクラブパーっていうのが一回注目された時期ではないかなと思いますでその中でもう一個候補としては南米パーっていうね南米の技の中南米ただキャラクターうまく揃わなかったので当時の日本パーのベースですねガチデッキはこちらだったかなと思いますはい まあヒューガ君引けなかったんでこんなような形だったんですけども力2本の団結引いて91万の形のデッキですねはいうんこの頃でえー、まあこの頃は多分あの皆さん懐かしいかなと思うんですけどコレナトがね後半から来てコレナト合戦みたいなコレナテのキックオフドリブルシュートみたいなのがすごい流行ってたりしたかなっていう時代かなと思いますでこの時は自分は孫林引けなかったんで若島津若林交互にしててだいぶねちょっと苦しい なななってきてきいいるような時代かなと思います。で、その中で、えー、ペペくんを引いたと。で、ペペくん引いたそしてサリナスを引けたと。ここは本当に助かりました。やっぱり、孫林を引けなくて、ランクマンが非常に苦しい時代の中で、えー、サリナスを引けたことによって、 デッキの多様性っていうのがすごい、えー、増したような感じで結果的に、えー、力2本パーのベースっていうのは真帆足がすごい前線だったので抜くために、えー、スカイラブのデッキだったんですけどももう一個、えー、ご存知の方は昔のねあの ラティブとか来ていただいた方はご存知かなと思うんですけどもこういうふうに「力南米」っていうところの、えー、トライっていうのもし始めた時期ですねはいこの辺がさすがに今まで日本パーでやってる何で日本パなんで黄金世代の鼓動かっていうと日本パーでやってるからで黄日本パーのキャプテンズバサって黄金世代じゃないですかで黄金世代日本パーだから鼓動で黄金世代の鼓動なんですよねはいで後から連盟に入ってきてるメンバーとかはなんかとりあえず黄金世代っていうのをつけてくれてるんですけど 基本的には日本パーイコールの鼓動なんですけどそのまま解明しないでずっと続けてるというような形でございますでここで一回力南米っていうのにシフトしたっていう感じですねはいでこういうようなねだんだん整っていくデッキを使ってやっぱり日本パワーのシューターでヒューガとかつらかったんでここで。 うん、エスパとか使いながらレジェンドそしてスカイウィングツインとやっぱりロベルトで出たっていうのと洗剤でディアスの洗剤があったので非常に、えー、強くなってるようなデッキですね要はバフとかがあのすごい有効になり始めたタイミングが234とでただその反面日本パーでもやってまして日本パーは孫林抜くためにこのデッキになっておりましたはい。 これは、えー、とスカイラブツインを絶対打ちたいっていうところのベースで、えー、要は孫林を抜くためにスカイラブツインをやるしかないなっていうようなデッキでこういう風に変遷してったのかなとこの辺は多分3月4月この辺の時は力南米とこの日本パーで半々くらいでランクマその時のなんとなくなモチベーションでランクマやってた気がします。はい、で 4月5月になるとクラブの8人以上っていうまあね1キャラ引けてないんですけどクラブの8人以上っていうのができてきてクラブパっていうの風に始まってクラブパめっちゃ強かった記憶があるかなと思うんですけどクラブパはやっぱバフが半端なく乗るっていうのがあってこういうようなデッキをチャレンジし始めて育てるか育てないかっていう風に悩んでた時代かなと。 思いまます。まあ、こんな感じでいろんなねデッキのパターンっていうのが作れるようになっていろいろお試しでやってたって快眠かなとで去年のあ、今年の配信見ていただいた方であの赤いくんとか出たガチャでひたすらジェンティーレが出るっていうねこっちのジェンティーじゃなくてあっちのクラブのねあのジェンティーが出るっていうのでなんだこれみたいなところが追い込まれて。でその中で世の中中でで世は、あの えー、コロナが発生してハオワールさんですねあの子どものオフ会といったらハオワールなんですけどハオワールさんがゴールデンコンビ弁当というのを始めてくれたというようなところですね。はい そして、えー、こちらの5月ですね、周年前にレジェンドガチャが来て、ロナウジーニョ、リバウド、ロビーニョっていうのが来て、うおー、ロナウジーニョ来たーと思ってたら、あれみたいな、思ったよりも使いづらいな、みたいな。で、リバウドとかも育成する前に、ロ,、えー、ロビーニョとかも育成する前に、5月の15なので、本当に、正味、えー、こんなデッキが、5月の15日から6月の周年始まるまで、うわ、クラブパでこんな面白いデッキができるわーいって、 やってたら、えー、3周年が始まると。で、えー、リアルな、えー、ガチデッキ自分は結局、えー、ランク間多分この時代は力南米で,でやっぱりねここでもそうなんですけど翼くんをキャプテンにして翼くんだけは残しながらやってたような形ですそういう意味ではこのデッキに関してはエジミューソンすごいエジミューソンめっちゃ頑張ってくれたなっていうのとラドゥンガさんめっちゃ頑張ってくれたようなデッキですね。 はい、で、そこで、えー、結構ランクまでお会いしたのが中学パというところで、中学パは、えー、本当にリスキーなデッキだと思うんですけども、まあこれのね、ジャンピング第10シュートとか積むと孫林抜けたりとかしてたと思うんですけども、中学パ行った方に関しては、やっぱりいろんな代表キャラを削、えー、技削りながら、 あのーね、バフ、えー、とチームスキルとバフっていうのが最大に乗るんでめちゃめちゃ強かったんですけどいなくなったキャラクターとかのリスクを考えると非常に労力いったデッキではなかったんじゃないかなと思います。はい、で、えー、その中で今度ここ、ね、クラブ南米ーパンみたいな合体するデッキっていうね欧州クラブを中心に、えー、この辺がねうまくできるようなデッキで401616のえー 47? みたいな感じしか組めなくった時代かなと。これはね、ほとんどなんですけど、ランクマでほとんどつかなかったかな。ランクマはもうほぼ日本勝ちから南米で、この4月5月やってたと思います。はい。 で、そして終年が始まってこ、一発目ですね。あの、動画見ていただいた方いらっしゃるかもしれないですけど、とりあえず組んでみたのが、なんとなくこう力南米を生かし、せっかく育てた南米を生かしながら、取れたヒューガ君とか生かして一発目のデッキですね。なんかよくわからなくて、これいいのか悪いのかみたいな、すごい使いづらいな。そして翼くんが入りづらいっていうので、やってたデッキ。 で、えー、やっぱり翼くん入れたいなっていうので力南米ベースに日向とかを強引に入れてやってたのが序盤ですねだからチームスキルとかもそ,そろってない状態です、はい、<laughs> 力中南米が、えー、15%15%20% というのは前半ですねその中で初めて今年は、えー、っと優勝ガチャ一発目若林くん出てなんとなく うおーついに銭ヤシとかね言う人もいましたけどこういう優勝ガチャっていうのが初めて優勝限定ガチャっていうのは、まあ、優勝じゃなくても引けるんですけどこういうキャラクターが生まれたタイミングでしたね。はい、で、えー、その中でちょっとずつデッキを整えていくっていうので、えー、ドリコレがありまして周年の中ドリコレがあって、えー、ブラジル2と、えー、こんな感じでやってた気がします。ももうヒューガー君のバフは乗らないけども、えー、とりあえず、えー ブラジルと、えー、アルゼンチンの、えー、スキルだけ乗せてとりあえずやっていこうみたいなのが6月の中旬くらいですね。で、その中、えー、クラブゲームズの放送局の方では、えー、放送局じゃないですね、公式 YouTube の方ではこういうあの、えー、チャンネル登録した夢玉還元みたいなイベントが始まったっていうのが、えー、今年ありましたね。はいで、そこでここですね、このターニングポイント。 あのー、このディアスがランクもやってる時すごい強かったんですよ。もう本当に どっから打っても入るような形で OMF 持たれるとサイナスとかもね、ぶち抜かれしたりとかしてて、うわ、すげえ厄介だけど、このキャラ本当に欲しい、欲しくてしょうがなくてっていうので、これは自分は最後の最後の方のあの、デイリーでピックアップ変わるガチャだったと思うんですけど、そこでなんとか引いたみたいな感じですね。はい。本当にあの、撮ってから半年間非常に活躍してもらいましたし、 えー、よくやってよくやってもらえたキャラクターではないかなと思います。はい、でもこれれ取たたは本当に嬉しかったですね、はいでえー、このディアスくんが取れたことで自分のオンラインデッキっていうのはこのように変化しております。はいまあ、力2本 っていうのをやっぱり元に戻したいっていうまあやっぱ日本パに戻したいベースを持ちながらチームスキルは55というところで変遷してでこの時はねあのツイッター杯第6回のツイッター杯のリーグ戦があって6月シリーズはすごいきつかったですね自分やっぱりチームスキル揃わなかったのとデッキがうまくできなかったので。 この時は非常にあの、うん、ツイッター杯のリーグのこの月は非常にせあの苦しかったなっていう記憶があります。はい、で、えー、その中で、えー、6月末の超フェスっていうのは今もミニ超、えー、フェスやってますけども、えー、ミカ・ラファーが登場していくというタイミングですね。はい、自分はねで、えー、この時のタイミングで、えー、ミカエルを取ったんですけどこの時で自分は絆が17%と。 いいうようよななデッキになってますはい、で、えー、それが、えー、組んだのが、えー、こんな感じただ力日本ベースでやってたのでローベルトただ4バックでやってたんでこれ組めるかなっていう感じで結局整ったのがこんな感じだったと思うんですねこれでしばらくランクマを、えー、こなしていたと思います。はい のこの時で、えー、やっとそうですねやっとここで力日本のチームスキル60%が組めるようになって早くもミカエル控えになってんですけどもうこの時からやっぱりなるべく日本南米でやりたいっていうのが先行しておりましたはいで、えー、だんだん整っててやっぱ勝つためにはっていうのでミカエルを入れてってっていうのとこんな感じのデッキですねはい ではここで曽我君が曽我君とかがアウトし始めちゃってっていうところなんですけどもこの辺がオンラインのベースのデッキになってました多分これが6月まず7月のオンラインですねはいランクマとかはこのようなデッキでやってたような気がしますはいでそして若干微調整がかかってるんですかねあそうですねここでブラジルガチャが来てキーパーがサリナスが力になったと。 いうような形ですね自分に関してははい。うんでこのサインナス来てからだいぶ楽になったのかな。で。 はい、ここで、えー、ハオワールで、えー、お祝いをいただきまして餃子なんですけども、えー、この YouTube に関しての配信の、えー、登録者の方ですね2000人を突破したというのが、えー、今年の夏ぐらいですねはい本当にあの皆さん誠にありがとうございますもうこればっかりはね本当に皆さんのご厚意で、えー、チャンネル登録やいいねっていうのは成り立っているものですので本当にいつもありがとうございます、えー、いつも本当に感謝しておりますありがとうございます はいそして、えー、こちら、7月の28日、7月の28日の撮ったデッキっていうのが切れてる、あ、このスクショのタイミングが良くないんだな、はい。うん、<laughs> あんまり変わってないっていう結論ですね、ほぼ変わってないっていう、あ、これか、はい、7月28日、えーはぶしゅ がえー、ラドゥンガさんが加わって、やっぱりこっちの方がいいのかなっていうのと悩んでた時代ですね。で、ここで、えー、7月末でついに、えー、サンターナーですね、が三崎くんをお迎えできなかったんですけども、サンターナー入ったことで、えー、こういうデッキになってます。まだこの頃は力2本使ってましたね。多分これはサリナスがいた影響だと思うんですけども、サリナスと、で、ここに来てあのサブの方にミューラーを入れたっていうのが、やっぱり渾身のミューラー このタイミングでもう要はこのタイミングでミカドンがすげえブームの時代ですねはいでミカドンが来るんでサイナス取れないからサイナス唯一自分のデッキでカバーできるっていうのがえミューラーだったんでミューラーをえ入れてるというような形でしたはいでそこから、えー、オンラインに関してはデ、えー、間微調整がかかってこのようなデッキですねほとんどだから変わってないですね今とも。 で、えー、8月かな8月のドリコレでハースが来て一回ハースはめてみたデッキっていうのを何試合か試したんですけどもやっぱり欧州のキャラでクライフォートとか入れたりとか技のはここから技力日本から技海外に えー、8月以降、えー、チームスキルの方は頼るようになってるような感じですねただここはもう翼くんをはじ弾いてしまってるのでほぼこのデッキでのランクマっていうのは数試合しかなかったんじゃないかなとでそこを結局微調整して元に戻るとただサブにはハースがいるというような形で、えー、8月シリーズ乗り越えたんじゃないかな結局力日本に戻っているような形でサリナスがいるとただ8月の末でついに ここですねあの、まぼえー、フェス囃子が出て日本パーの未来っていうのがいけないかなっていうふうに組み始めて、まあ、これはねここに帰りたいっていうのでこういうデッキせっかくだから作れないかなと思ったんですけどやっぱり絆という厳しい縛りがあって、えー、これがね実現ランクまでは戦えないけど、まあ、こういうデッキ作れるなぁと思いながら眺めてたというような形です。 はいそして、えー、9月,に入り9月10月に入ると連盟対抗カップっていうのを、えー、本当の絆ここにあるということで初めて、えー、自分の YouTube 上で大会を開きさせていただきましたこの時は、えー、レオネさんとの共同の大会だったんですけどもまさかのね想像以上を超えるあの参加の連盟さんそして参加人数ですね初めて、えー、参加者が300 50 350人くらいの大会だったので、まあ、連盟さんもね3 4 3 0ね最終的には連盟さん自体は30後半くらいでチーム自体は50くらいの、ねえー、チーム数になりましたけど初めて大会を開かせていただきましたはいでこの辺はあのサブ隊の本当の絆はここにあるっていうのはやっぱりの昨日の配信にも続くんですけど あまりにも離脱まあじ自分のね周りもそうですけどやっぱり執念で離脱された方が多い中でなんかそのなんかこの厳しい環境の中残った人たちでなんか盛り上がるイベント作れないかなっていうので、えー、非常にねあまり。 うん、今までこういうのやってことがあったんですけどちょっと勇気を振り絞ってやってみた大会です、はい、ただ参加していただいた方視聴していただいた方皆さん本当にありがとうございましたはいでそして、えー、こちらですね「ドリコレでお茶戸欲しいお茶戸欲しいお茶戸欲しい」ってずっと言ったら「ボバング来た」みたいなただ結果的にはこれボバングが来たことでデッキが非常に変わったのとお茶戸に関してはすごい不遇でここからオンラインの回収が入っちゃうんですよねはい なので、オチャドに関しては非常に残念なキャラクターになってしまったんですけど、ここからボバング君が非常に自分のデッキの中では有能になっていきます。はい。で、それが、まあ、これ今ね、一瞬翼をはじめ弾いていくんですけどもえ、ここで、えー、ね、シュミット兄弟のドリコレの発表とかもありました。はい。というわけで、ここをですね、このデッキが構想されます。はい。絆が20。まだ翼の潜在ないんで、多分絆が。 22, かな22とかのデッキなんですけどもほぼ、えー、ここから、えー、デッキはほぼ変わらない状態で年末まで来れたのでそこは良かったんじゃないかなと思っております。ここからねほぼデッキ変わってないんで、うん、デッキの振り返りっていうところだとこんな感じになってますね。はいう で、えー、ここで、えー、これですね、アルゼンチン、ちょっと撮ってみて、出来作ってみたんですけど、ディアス結局ね、貫突させたい、いろいろね、S 技超積みまくったりとか、ディアス今2体分 S 技作っちゃったんですけど、このディアスくんがね、やっぱここで、やっぱり改めて久しぶりに工場キャラ、今年は意図的に終年以降、工場キャラっていうのは引かないでみたんですけども、やっぱりその工場キャラがなかなか活躍していくっていうのが、 難しいなぁと、やっぱりこれ、フェスをしっかり押さえていった方がいいんじゃないかなぁとちょっと思ってた、えー、タイミングですね。はい。で、そこで、えー、鬼滅ですね。<laughs> 鬼滅の映画が公開されて、10月だったっけもう10月とかですよね。はい。大ムーブになりましたね。自分も見に行きました。はい。3回見に行きましたからね。はい。で、えー、ここでもうここからほぼオンラインは固定で、えー、ずっと行ってます。 この,こ,のこのデッキのままですね多分、はい、こののデッキのままであの前の6人のポジションをその時のランクマの状況に応じて対応していったっていうのがですかね、はいでえー、YouTube を始めてここからの韓国の連盟さんから、えー、挑戦状が来たり挑戦状というかあの しえー、交流戦しませんかとかと海外からの、えー、オファーがいただけるようになったというところで、今もね、あれなんですよ、実はインドネシアの ユ、えーチューバーの連盟さんからオファー頂い,いてるんですけど今ちょっとドタバタしてるので年明け以降今度インドネシアの、えー、連盟さんとちょっと交流戦やるかなと思いますのでその時はユーチューブライブで楽しんでいきたいなと思います今調整中なんでもしかしたらねおじゃんになっちゃうかもしれないんですけど今何個かオファー頂い,いてましてはいそれはね随時あのタイミングみんなのタイミングを見てやっていきたいなと思いますはい本当にありがたいことですねだんだんグローバルワールドワイドになってきてるのが 今年のの後半からの交流というようよなな形になりますでそこでこちらのねあの交流戦の後島津ジャパン杯決勝戦ね参加させていただきましてまさか自分が決勝戦まで残って決勝戦 PK で負けちゃいましたけど <laughs>、はい、久しぶりにねあの大会で決勝まで行きましたねっていうのが個人の思い出です。 そして、こちら、数、数欲しかったんで、スクショしちゃったんですけども、えーうん、この、そうね、翼プラス、難しいっすね、うん。でもね、面白いと思うんですけどね、あの嘆く、ちょっと自分はもう、ちょっと、うん、ついていけなくなっちゃいました。はい、で、えー、ここで、えー、はい。 ニタ君出たんですけど忍田くん取れてここはガチャでもねあのしっかり配信しさせていただきましたけど若林通るかなとかっていう検証をしてましたねでここで忍田くんをえー、っとこれは10月のガチャですかねはいしっかり取っていったと、はい、で10月なんでハロウィンがあるんですけどうちのワンコの写真っていうのをツイッターに上げさせていただきていっぱいいねいただきまして誠にありがとうございます はい。そして、あのー、余興、余興ですね。余興が始まったタイミングで、あの、ペタマックス。これ、連盟のメンバー、すごいやっぱノリが良くて、自分もやっぱ連盟のメンバーに恵まれてるなぁと、いつも連盟のメンバー、本当にありがとうございます。あの、YouTube 聞いていただいてるメンバー多いかなと思うんですけど、本当にみんなに感謝しているので、ありがとうございます。はい、ペタマックス。<laughs> あんなに、トーマーさんと自分だけからと思ったらみんなやってくれてすごい面白かった。はい、ありがとうございます。これはね、うちは面白いなんですけど、こういうすいません、あの余興会っていうのもね、ちょいちょいやらせていただければなと思ってますので、はい、まあ、あの、翼以外は興味ない人は無視するで全然大丈夫です。さあ、そして、えー、ユーザーアンケートですね。ディスコードでユーザーさんの意見っていうのを非常に吸い上げる。 ようになってきたっていうのが、えー、今年の周年以降の、えー、運営さんの動向かなと思いますでその中でユーザーアンケートで、えー、選ばれたのがマーガスの1月の潜在ということで1月、えー、マーガスねスピアヘッド積んで高浮き 超得意にして、えー、暴れもあるんじゃなないかなと、今からね戦々恐々として麻婆林初段から抜けるような形になっていくるのかどういう風なね潜在かかっていくのかっていうのは、えー、見どころではないかなと思っております。はい でそして、えー、こちらですね10月11月になるとデッキがもう全く変わってなくてポジションの配置だけ変わってる感じですねこれはランクマの自流に応じた対応というところで、えー、こういう配置になってますね要は、えー、即日本が台頭してきて右サイドにラッファーとか美く君とかがいたりとかクリスチャンセンとかいる状態だったので、えー、とりあえず、うん、あの。 パスカルとかラドゥンガに関しては左サイドに置くそして真ん中では意外と、えー、誰だっけ井川くんがセンターバックにいる確率がかなり上がったので真ん中にえー ディアスを置いて全力中は、えー、井川をドリブルで抜いて、えーフルえー、とスカイウィングツインを打つとかそういうようなでサイドに結構曽我くんがいる可能性があったので技系のキャラクターをサイドに置くというような形で基本的には、えー、9月以降デッキ大きく変わってないんですけどポジション配置をランクマの時流に応じて変えていったというような流れです、はい、そして、えー、そして、えー、J リーグのコラボが来ましたね、はい J リーグのコラボねまあ本当にねこどちらかというと J リーグたけしとか使ってる人はまだ見ますけどもうランクまで見なくなっちゃいましたね美咲くんとかマッツンとか。<laughs> 早いな、まあ、これはもう本当に趣味の領域なのかなと。 はいそして小池さんから、えー、3密から、えー「会食時感染防止」の5つの症が、えー、発表をされたりとかコロナが、えー、またね再び第2波第2波第3波とか、えー、訪れていた1年ではないかなと思います。 はい。で、そんな中、一挙、えー、大量の潜在覚醒が行われて、いろんなえディアスやえユミクラ君、そして中学のマッツンとか、えー、新しい可能性っていうのが見えてきたっていうのが、このデッキに関しては実現はし、実現っていうか実際使用してないんですけども、こういう可能性とか多様性が少し見え始めたのが、 年末くらいいいかなと思いますはい、でその中で組み合わせができてこういうようなチャレンジでクラ,あのクラブとて呼んでますけどちょっとデッキでどうしてもやっぱり美咲くんつ君、えー、翼くんっていうのをこの。 ゲームにおいては使っていきたいっていう、えー、意向が自分にはありましたのでこういう出来も組めるようになったなぁとか絆自体はねそんなに変わらないんですけどただ結局蓋を開けてランクマンやってみるとえっ、ー、とマっつんところにマッツンが入ってえ浦、ー、部がアウトっていうところで落ち着いたっていうのが11月12月かなと思います。はい で、えー、アルティメットスカイダイブが潜在来て、ああ、すいません、スクショがアフロ、アフロケンさんありがとうございますっていうところで、Z 林抜いたよみたいなね、こういうところです。そして、えー、必殺技の、いろいろね、機能のアップデートとか、上さんやるあの、細かなインターフェース周りとか UI 周りの改修っていうのは非常に丁寧にやってくれたのかなと思います。で、えー、ここでいよいよグローバル3周年が始まっていくっていうね、かなり駆け足な形だったんですけども、えー、 グローバル3周年でもう,もうここのオープニング通り「翼ナットレーザー」っていうのがフェスではないかなと。でこういうふで、えー、12月の頭に関してはロシ系の洗剤が来てマ、えー、婆ボーナっていうせっかく撮ったから何度か行かせないかなっていうのを試行錯誤してたタイミングで、えー、こういうね日本パとかの、えー、葵くんガチャとかが来て。 こういうデッキができるを組めて、えー、ついにチームスキルとかがが皆さん結構上がりやすいようなな形になってきたのかなと25の、えー、ロベルト入れて29みたいなデッキとかいろんな形ができて、まあ、最近配信でも話してますけど、まあ、やっぱ30オーバーとか今回の超フェスが来ることによって30から35のレンジの絆バフっていうのが標準的になるようなランクマなのかなとちょっと思いながら、えー、配信させていただいております。はい でで、えー、ここですねあのそういうふうに組めるようになると若林が3万3,000いくんだなっていうので自分は、えー、フェス林子取れてから3万1,000フェス囃子、えー、ずっとやってたんですけど、えー、3万3,000とか3万4,000とかできるような、えー、絆バフな時代なんだなっていうのが非常に、えー、思いました。 はい。そして、えー、今回、運営さんね、あの、オリジナルキャラクターっていうので、<laughs> いつも批判がちな、運営さんに対しては批判がちなイメージを持たれてるかなと思うんですけど、運営さん自体は、キャプテン翼の原作においては、非常にやっぱりリスペクトされて、えー 非常にねあの技の再現とかケアされたいとかっていうのは非常に自分も理え感じますはい、まあ、ただあのカードの作画の絵師さんとかはやっぱちょっとえこの人今回の絵師さんちょっとやばくねとかちょっと思ったりしますけどこういうオリジナルキャラクターを登場させても えー、原作の、まあ、大きいプロデューサーさんが言ってた通り原作の邪魔にはなれないアナザーストーリーとかを作るとかっていう意味でこういうキャラクターを登場させてゲーム内を盛り上げてた意味では、まあ、イダルゴくんとかね、えーうん、あアキレウスくんとか使ってる人多いと思いますし非常に個人的には、えー、話ストーリーっていうのは読み応えがあってキャプテン翼という世界観に関しては違和感なく入っていけたのかなと。 思います、はいまあ、ただね思い入れないんで使わないんですけどね <laughs>、はい、自分はね。で、えー、最近は、えー、もうねガチャいっぱい出しますよっていう予告予告が来てくれるようになったっていうのが12月かなとただねこの,このガチャ以外にもいっぱいねイレギュラーガチャ来てますのでこのゲームは本当にガチャが多いなとかちょっと思いながら過ごした12月。 そして、え、12月なんですけど、紅葉をね、唱えたら見れたなっていうので、もみじね、オレンジもみじ久しぶりに綺麗だなと思った写真です。はい。そして、え、もう年、ね、末なんで、もうね、最近の近年史だとなんですけども、えー、美杉くんですね。はい。美杉くん来て、あれみたいな。なんでクリスマス中学校美杉くんなんだけど、あれみたいな感じのパラメーターで、あれちょっとね、こう、抜けましたねというところで。で、結局、えー、今年の12月の、 25日までですね12月の25日までは、えー、終年からほぼこの変わらないデッキでやらせていただいたようなマッツンもね最後結局 DCS があったので DCS 以降やっぱりデバフの問題がデバフを食らう問題があったんで浦部君をねデバフブロックの少しでも足しになるっていうところで浦部に戻しちゃった経緯っていうのがやっぱありましたね。 はい、なのでほとんどだから、うん、ちょいちょい補強はしてるんですけど周年の7月以降からベースデッキ変わってないっていうのが、えー、今回あ,ったありました。はい でえー、そこで、えー、今度ね12月ガチャ来ていろんなついに日本パで絆が28とか組めるタイミングになってきたよっていうのと今年今年もイ大サンタがちゃんとやってきて夢生100個っていう意味では、えー、運営さんね本当に11月12月やっぱ還元施策っていうのは周年から、えー、大きく変わってグローバルの方では非常にあの還元施策っていうのは充実してるんではないかなと思います。はい で、えー、こちらですねいろいろ超ミニドリーフェスが始まる前に来年に向けてどんな出来できるかなっていうのでこんな形ができるなとか試行錯誤してるような感じです。でそこで <laughs> この間も配信したんですけど美咲くんが弾けるって。 こうなったと。あついに日本版28が組めるようになりましたよとで。いよいよ黄金世代の鼓動に戻れるタイミングだとか思いながら、えー、楽しんでいたというような形ですね。はい。これに絆 28.5? すごいね。28.5だって。はい。 でえ、この間も配信させていただいてきましていろんな意見いただきましたけどえ翼えナトレーザー弾けた時に共存は可能かっていうデッキをちょっと準備したりとかっていうのがえ本当にもうここちょこ最近の近年の1週間というような形です。でえー 12月の26日ですね、ここ最近も本当に4、5日前からなんですけども、えこちらのデッキでランクマやるようになってみて、いわゆる絆30、絆と爆出しで32のデッキなんですが、非常にね、楽しい。<laughs> 非常に <laughs>、こんなに美咲くん楽なんだっていうのと、ヒューガーも3万5000とか叩き出すとすげえなとかっていうような、はい、デッキで、改めて、うん、あのー、 絆とバフっていう関係っていうのに振り回された一年だなと思います。はい。さあ、そして、えー、いよいよやっていきますね。12月30日、えー、1日明日4時から、ついに明日から4時明日の4時からちょうどドリムフェス来ます、えー。皆さんに、えー、幸運が訪れることを、えー、お祈りしております。はい。 あで最後でですねで結局、えー、こういうのさっき紹介したような出来年間を通して見たんですけどもこれは、えー、初めてかな初めて公開すると思うんですが一応うんと最後ですね、えー、ランクも始まってからコロナが。 コロナが、えー、っと起こるまではゲームやれる時間増えてて、まあ、100以内を頑張ろうってやってたんですけどもコロナが本格的になった3月以降ですね4月とかからはやっぱりゲームのやる時間っていうのが減って。 ってる中でなんとかスーパースター4まではやっとこうっていうような形で1年間終わったというような形ですはい。まあ、ただ、えー、1年通してなんとかスーパースター4っていうのをキープしようっていうのが自分の中でのモチベーションというような形でしたはい さあえー、1年ね自分のデッキの総ざらいみたいな形だったんですけど最後は今この形で落ち着いてるんですがこの形のデッキも結構問題いろいろあるんですけども多くのデッキとしてはえー、っとこれですね今もたまにやりますけどはいこのデッキに、えー、まず1年間1年間というかね周年以降このデッキで頑張る でこのデッキのみんなのメンバーに関しては非常に、ね、ありがとうというような形でただえこちらのデッキに移行すると思いますのでこちらのデッキベースに変わっていくので今までまた新しいねデッキの方に変わっていくんじゃないかなと思いますはいまあ実際にただ取れなかった時はもうこっち、ね、こっちですねナットレーザー翼も取れなかった時はこのデッキをベースに。 頑張っていくしかないなと思ってるんですけど、取れたらまあ補強していくというような形になるかなと思います。はい。はい、というわけで、今日はね、自分のログではないんですけど、1年間の流れ、生い立ち、生い立ちですね、流れを総ざらいしてみました。 はい、やっぱり「キロ」に関してはやっぱり「力南米」とか「クラブ」とか模索している中で、えー、グローバル3周年のまあ昨日の配信にも続くんですけどやっぱりその過去のやってきたことっていうのを全部リセットされた6月っていうのがターニングポイントだったんじゃないかなと思います。はい、で昨日のの配信の意図としてはやっぱりその うーんこれはね昨日の意見で色々いろいろ頂いてたんですけどやっぱりその状況やタイミングに応じて感じ方っていうのは人それぞれだなっていうのを非常に参考させていただいたんですけどやっぱり自分は <laughs> 配信者とは別の顔として連盟のリーダーというような側面もありますのでその中でやっぱりやめてってしまう人たちっていうのが少なからずうちの連盟でもありました。 はい、で、連盟対抗カップ第7回ツイッター杯をやらせていただいた経緯とかでもやっぱりその多くの連盟さんがあんなに連盟員の募集をねかかったのがはじツイッターの募集を見たのも初めてでしたしやっぱりみんな多くの方がモチベーション落ちてる中で少しでもやっぱり連盟を立て直したいっていう。えー リーダーダって多かその中で、えー、なんかね連盟の中でモチベーション落ちてる人たちが多くいる中で楽しめるイベントを企画できないかなっていうので初めて大会をやらせていただいたというのが ああのの大会の経緯であります、はい、なので、えー、そういう意味では昨日のコメントのところで、まあ、なかなかコメントできないかなと思ったんですけどさせっかくね4月5月とか3月とかでクラブ中学生の流れとか今も近い日本派の流れとかいろいろやって。 えね、面白い流れ要はランクマに多様性がすごい生まれてて中学生デッキだとか力日本パの一人相撲を倒そうとするような、ね、即南米だったりとか力南米だったりとか中学生とか、えー、クラブパとかいろんなデッキが多様してきた中で。 えー、全部をリセットするそこにそこの短いスパンですねここは本当に要は3月4月でこの流れだから345の流れこの流れだからこっちにシフトしなきゃいけないなとかっていう風にやってた人がやっぱかなりいるのを見てしまった中での3周年リセットっていうのでやっぱりモチベーションやえー 結構ね、うん、サービスとかのことではなくて、その手前ですね、執念が始まる前の、えー、流れがある中での、えー、ゲームリセットの3周年だったので、そこに関して、なんかどういう思いでああいうゲームリセットを行ったのかなっていうのが、うん、ちょっと自分は、えー、サービスを求めてるわけじゃなくて、運営としてどういう気持ちで、えー ああいうことああいうことっていうかああいうことをやったのかなっていうのをちょっと、えー、インタビューで聞いてみたかったなっていうのが本音ですはいうんまあね、うん、まあ普通にね売り上げ上げたいからっていうのは分かるんですけどあまりにもねやっぱり急だったんじゃないかなとその前までねめっちゃクラブをしてましたからねはい まあえーまあ、というわけで今年はね、まあ、やっぱ絆の一言につきますね今でもやっぱり今日もそうなんですけど絆を考えると面倒くさいんで小藤さん考えてくれないですかみたいなとか。 やっぱり来ますしこっちの出来とはもうやっぱりね今年はもうやっぱり絆というところで新しいゲームのテーブルが生まれてしまってそこでやっぱり使いたいキャラが未だにねあの緩和されたりとか一生懸命修正してるんですけどそれ以上にやっぱり戦えドリームチームっていうものの,その冠にあって。 ドリームチームっていうのがあの YouTube のコメントでも頂い,いてましたけども自分が撮ったキャラが即戦力とは限らないというところでその辺をね解決していただきたいなっていうのと、えー、過度なインフレっていうものは、えー、ユーザーの離脱要因になっていくので今年のグローバル3周年とか11月に関しては非常に還元施策に関しては多くのユーザーさん、えー、嬉しかったんじゃないかなと思う反面 じゃあ来年の6月またハイパーインフレされるよ怖さは残しているっていうようなところだったのでうんあのー、レメのねある程度役職やってたりとか人集めとか普段やってる人は分かると思うんですけどやっぱりメンバーがいなくなるとかってねやっぱり少し悲しいことではあると思うのでそれを経験してる中で,でしかもねリアルが忙しくてやめますとかゲームが面白くないからやめましたらしょうがないと思うんですけど。 上、うん、さんのやったことのリアクトに対してもついていけないとかだからやめますっていうのは非常に悲しいですよねうんまあどこまででもね所詮ゲームって言ったらゲームなんですけど、うん、リアルがやっぱり優先してほしいと思いますし、まあ、そんな思いで昨日はちょっと、えー、自分の意見言わせていただきましたさあえー、はいえというわけで今日はかなり個人事でした。